ヒューゴの不思議な発明は2011年のアメリカ、イギリス、フランス合作によるドラマ映画。ブライアン・セルズニックの小説、ユゴーゴの不思議な発明を原作とするマーティンスコセッシ発の 3D 映画である。第84回アカデミー賞では同年最多の11部門にノミネートされ5部門で受賞を果たした。1930年代、雪のパリ。 モンパルナス駅の時計台に隠れて暮らす孤児、ヒューゴカブレは、亡き父親が残した壊れた機械人形と、その修復の手がかりとなる手帳を心の支えとしていた少年だった。彼は、駅の構内を縦横無尽に行き来して、大時計のネジを巻き、時にはカフェからパンや牛乳を湿気し、駅の中の人間模様を観察する毎日を送っていた。ある日ヒューゴは、 駅構内の片隅にあるおもちゃ屋を通りかかる。彼が機械人形を修理するための部品をくすねようとしたとき、店の主人ジョルジュに捕まってしまい、あの手帳も取り上げられてしまう。ところがジョルジュは手帳の1ページに描かれた機械人形のスケッチを見て言葉を失い、ヒューゴを剣もほろろに追い返す。さもなければ鉄道公安官に突き出して施設送りにすると脅してくる始末だ。 諦めきれないヒューゴは、店じまいをした、ジョルジュの後を尾行し、彼のアパルトマンにたどり着く。そこでヒューゴは、ジョルジュ夫妻の幼女であるイザベルという少女と知り合う。彼の話に興味を持ったイザベルは、手帳を取り戻す協力をしてくれるという。あくる日、再びおもちゃ屋で、ジョルジュと対峙したヒューゴは、ある課題、壊れた玩具を元通りに修復することを与えられる。ヒューゴは、 学芸員だった父親仕込みの修理の腕前を披露し、それを認めたジョルジュもおもちゃ屋の手伝いをしたら、手帳を返してやると告げる。仕事の手伝いを続ける中で、彼はイザベルとも仲良くなり、本の虫で映画も見たことがないという彼女を連れて、映画館に忍び込んだりする。機械人形の方は、今やほとんど修理が済んでいたが、人形のゼンマイを巻くためのハート型の鍵が、 見つからなかった。ところがヒューゴは、ある日、鉄道公安官に追いかけられるドタバタの後で、イザベルが身につけていたペンダントにまさしくハート型の鍵が付いているのを発見する。早速、機械人形に鍵を差し込みゼンマイを回してみると、人形はペンを片手にスラスラと絵を描き出した。出来上がった絵には、月にロケットが突っ込んでいる様子が描かれており、それはかつて、 ヒューゴの父が語ってくれた、ある映画のストーリーそのままであった。そして最後に、機械人形は、絵の隅に、ジョルジュ・メディエスとサインした。するとイーザベルが、それ、パパ・ジョルジュの名字だわ。おもちゃ屋の主人ジョルジュの過去、故児、ヒューゴの運命、そして映画にまつわる、知られざる歴史が、不思議な機械人形によって導き出されていく。2007年2月、 リッパーテッドのアカデミー作品賞受賞直前、同作を制作したワーナーブラザースとグレアム・キングは、スコセッシの監督を想定して刊行されたばかりの、ユゴの不思議な発明の映画家券を購入し、アビエーターで、スコセッシキングと組んだジョン・ローガンに脚本家を依頼した。撮影は、デジタルシネマカメラアリー・アレクサを用い、2010年6月29日に、ロンドンで開始され、 以降ロンドンとパリで行われた、スコセッシ発の 3D 映画であり、また長年フィルムの撮影を貫いてきたスコセッシが、初めてデジタルで撮影を行った作品である。本作では、映画への愛が重要なテーマとなっているが、スコセッシ自身は、私がこの映画を作ろうと思ったのは、映画愛とか、映画のありがたみを伝えるためではなく、単純に娘のために作るということが目的だったと、 語っている。2011年3月、フランスの新聞、ルパリジャンが、ルーロー氏役のジョニー・デップという吹きとともに、口ひげを生やした男が映った映画のセット写真を掲載した。しかしパラマウントは、写真の男はデップではなく、またデップは映画に一切出演していないとした。デップは、プロデューサーとして参加しており、彼の設立した映画制作会社、 インフィニタム・ニヒルも GK フィルムズと共に制作を行っている。映画は当初ソニーピクチャーズ・エンタテインメントによって2011年12月9日に公開される予定だったが、キング側が感謝祭の公開を強く望んだ結果、感謝祭にアーサー・クリスマスの大冒険を抱えるソニーは廃棄を退き、代わってパラマウントが2011年11月23日の公開を決めた。 映画は原作の現代、ザインベンション・オブ・ヒューゴ・カブレイに反主単に、ヒューゴ・カブレイと呼ばれていたが、後に、ヒューゴとさらに縮められた。2011年10月10日、本作はニューヨーク映画祭において編集が中途段階の状態で上映された。二部における未完成の映画の上映は1991年の美女と野獣以来であった。 ジェームズ・キャメロンは2011年11月6日、全米監督協会がロサンゼルスで開いた死者の後で質疑に答え、本作を傑作、ようやくできた子供たちを連れて行ける、スコセッシ映画と称え、また 3D 技術を用いたことに関して、今まで見た中で間違いなく最高の 3D 映像。それは君の美術的表現に常に効果的に使われていて、 決して邪魔になっていないと述べた。本作は批評家から絶大な支持を集めている。映画のレビューを集積するウェブサイトロッテントマトズによると集計されたレビュー98件のうち95件、97%が作品に対し好意的な評価を寄せており、評価の平均は8.4、10、批評家の総意はヒューモの不思議な発明は 近頃の子供向け映画の多くが書く純粋さを持つ贅沢で洗練されたファンタジーであり映画のマジックに対する大胆な愛を発するものでもあるであった有力媒体の批評から100点満点の過重平均値を導くメタクレティックは36件の批評をもとに85という全面的支持の値を示しているシカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは4個満点の星をつけ ヒューゴの不思議な発明はこれまでのどのマーティンスコセッシュの映画とも異なっており、しかもおそらく彼の心に最も近い。ビッグバジェット、家族向け、3D の対策で、かつある意味においては彼自身の人生の鏡である。我々は偉大なアーティストが必要なツールとリソースの権限を与えられたと感じる映画についての映画を作るためにと書いた。批評家から高い支持を集めた本作だが、 制作費が1億8000万ドル以上という巨額を投じているのに対し工業収入は伸び悩んでいる。日本では公衆10億円を超えるヒット作となったが、本国、アメリカやその他世界規模では結果はかんばしくなく、世界工業収入は1億8200万ドルに達したが、配給手数料などのコストが差し引かれるため、GK フィルムは8000万ドルほどの負債を抱える。 見込みだという、ありがとうございます。